最近、ドジャースはアンソニー・バンダ投手を左手の骨折により、故障者リスト、イルに入れたことを正式に発表しました。デーブ・ロバース監督は、バンダが試合後に怒りから硬いものを殴ったために、骨折したことを確認しました。ロバース監督は、幸いにも骨折は、それほど深刻ではないが、確実にしばらくは投球できないだろうと述べました。シーズン終了前に、バンダが回復して戻ってくることを期待していますが、正確な復帰時期はまだわかりません。 バンダが感情を爆発させた原因は思ったように投球できなかったことへの失望感からかもしれません。リリーフ投手としてチームに多く貢献してきたにもかかわらず、自らを負傷させたことは非常に残念なことです。バンダはドジャースの信頼できる投手の一人とみなされており、チームは彼が早く回復して復帰することを強く期待しています。 この出来事はバンダのチームメイトやコーチ陣にも大きな心配をもたらしました。バンダは長期間のプレッシャーが積み重なり、感情を抑えきれなくなったのではないかという意見もあります。9月10日の試合ではドジャースが2点差で負けている中、バンダは6回に登板し、相手の打者が1塁と3塁に立っている状況でした。バンダは2個ホーナーをダブルプレイで仕留めて良いスタートを切りましたが、 その後、ピート・クロウ、アームストロングとアマヤに連続アンダを許し、ドジャースはこの回に合計5点を失いました。この事件が起こる前、バンダは5月に契約して以来、ドジャースのブルペンで重要な役割を果たしていました。しかし、最近の5試合では防御率が13.50まで上昇し、彼のパフォーマンス維持に苦しんでいることが明らかでした。9月10日の試合後、バンダは左手に包帯を巻いたままフィールドを去りました。 バンダの自傷行為は野球界では珍しいことではありません。以前 NPB でも自分のピッチングに苛立ってベンチを殴り手を骨折して投げられなくなった投手がいました。その選手は球団からの処分を受けました。現在その選手は他のチームのピッチングコーチをしています。しかしその出来事について語るたびに彼は自らの愚かな行動を公開し続けていると言います。この衝動的な行動に対して失望している ロバース監督ですが、バンダが後悔していることは確かだとし、同情の意を示しました。ロバース監督は、チームが投手陣の安定を必要としている中で、バンダが自分で負傷したことは、非常に残念だと語りました。また、ロバース監督は、バンダが今シーズン多くの困難に直面し、思い通りにいかない試合が続いたことが、彼の自己不満につながった可能性があると強調しました。バンダは、5月にドジャースに加入して以来、 ブルペンで重要な役割を果たしてきましたが、最近の困難により、彼のパフォーマンスは著しく低下しました。9月10日の試合では、バンダが試合をコントロールできず、1イニングで相手に多くの得点を許したことが、彼の問題を明確にしました。しかし、彼自身を負傷させたことで、状況は彼個人だけでなく、チーム全体にとっても悪化しました。 ドジャースが特に主要な投手陣の不在という多くの課題に直面している中、バンダがしばらく出場できないことは大きな損失となります。それでもロバース監督は他の選手たちが負傷から回復して戻ってきたように、バンダも迅速に回復できると楽観視しています。彼はライアン・ミラーのように同様の怪我を負いながらもシーズン終了前に復帰した投手の例を挙げました。バンダがこの状況で負傷したことは、ドジャースの今後の試合準備に 確実に影響を与えるでしょう。バンダのような信頼できる投手が欠けることで、ファンの間でもチームの状況に対する懸念が広がっています。しかし、適切な治療を受ければ、バンダは早期に復帰し、今後の重要な局面でチームに貢献できるとチームは信じています。専門家の中には、バンダのような衝動的な行動は、試合のプレッシャーから来るものだという意見もあります。選手、特にバンダのようなリリーフ投手は、 安定したパフォーマンスを維持するのに多くの困難に直面することがよくあります。試合中の些細な失敗が積み重なり、自分に対する失望がこうした衝動的な行動につながることがあります。ロバース監督はバンダの状態について大いに心配していることを隠しません。彼はバンダをこの時期に失うことはチームにとって大きな損失であることを認めました。現在、ドジャースは特に投手陣に関して多くの問題に直面しています。主力投手の負傷が相次ぎ、 バンダの故障者リスト入りは、ブルペンにとって、さらに大きな打撃となっています。バンダが不在となった今、ドジャースには、アレックス・ブエシアだけが、唯一のサワン・リリーフ投手として残っています。その日に、ブルスダー・グラテロルが、故障者リストから復帰したものの、バンダの衝動的な行動は、依然としてチームにとって、大きな損失です。ドジャースの一部メンバーも、バンダの行動に、不満を示しています。 フリーマンはチームスピリットを重視する人物であり、バンダの自己破壊的な行為に対して不快感を示しました。彼はバンダは感情に流され本能的に行動してしまった。それは容認できないし、我々全員が失望していると語りました。フリーマンはバンダが自分を負傷させたことは高い代償を払う教訓になると考えています。緊張感やプレッシャーの中で冷静さを保ち感情に支配されないことが非常に重要です。 シーズンの決定的な時期には衝動的で計画性のない行動がチーム全体に大きな損害を与える可能性があります。フリーマンはバンダが早期に回復して戻ってくることを願っています。彼が早く回復することを祈っていますとフリーマンは言いました。アメリカの野球ファンもバンダの行動に失望し批判の声を上げています。フォーラムや SNS では多くの人々がバンダが自分を負傷させたことに驚き批判をしています。バンダは本当に愚かだ。 彼がそんなバカなことをするなんて信じられないや、初めて彼がマウンドに立った時から、この男は愚かだと思っていたといった意見が寄せられました。重要な選手が感情をコントロールできずに負傷したことに対する失望が、ファンのネガティブな反応として現れています。しかし、ロバース監督は、バンダに対し、感情に流された一時的な行動であり、意図的ではなかったと同情を示しています。バンダも自分の軽率な行動を公開し、反省しています。 チーム内の情報によると、バンダは事件が発生した直後、ロバース監督に直接謝罪し、行動の説明を行ったということです。バンダは、監督、本当に自分の行為を後悔していますと言いました。あれは、衝動的な瞬間で、感情に支配され、行動をコントロールできませんでした。自分を傷つけ、チームの信頼を失ってしまいました。この状況を引き起こしてしまい、本当に申し訳ありません。バンダは、今後同様の事態が再発しないことを約束しました。 自分は感情をよりよくコントロールする必要があると気づきました。ロバース監督は、バンダの告白を聞いたとき、彼に同情を示しました。監督は、現在最も重要なことは、バンダが回復に専念し、プレッシャーが彼の精神に影響を与え続けないようにすることだと強調しました。現在、医師たちは、バンダの怪我の程度を評価しており、回復に関する具体的な情報が、まもなく提供される予定です。 ロバース監督は医療チームがバンダができるだけ早く復帰できるように最善を尽くしていると述べました。同時にバンダが数週間出場できない場合に備えてコーチングスタッフは一時的な代替案も検討しています。バンダの負傷はチームにとって衝撃的な出来事ですがドジャースは依然として楽観的な精神を保っています。ロバース監督はチームがこの困難を乗り越えバンダが早期に回復してシーズンの重要な試合でチームに貢献できることを願っています。 バンダが出場できず、ラミレスがロースターから外れたことで、ドジャースのサワン投手は、アレックス・ブエシア一人だけとなりました。ブエシアは、今シーズン59試合に登板しており、現在ドジャースの9エンジンで、唯一のサワン投手です。ブエシアへの依存は、今後の試合で、彼に大きなプレッシャーを与える可能性があります。特に、ドジャースがシーズンの決定的な時期に入っているためです。 サワン投手が一人しかいないため、ロバーズ監督の戦略は制限され、チームは今後、適切な代替策を模索する必要があります。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。